いらっしゃいませ。ああ雨だ。こんばんは、大型犬でございます。フォルツァ7で、MP44 かつて栄光を極めた、マクラーレンホンダのマシンですねに乗っていこうと思ったんですけれども、雨だね、すごい雨だね。スパフランコルシャンのスパでも雨降るんだ。そうかい、そう、わ、雷鳴ってる、ダメだよこんな日にレースしちゃ。よし、ちょっと頑張ろうね。走れないだろうな、この。フォービュラ 90s は雨が多くない？もうパズルのように噛み合っちゃって、いや無理でした。あー、しょうがないね。お、水たまりすごい内側、怖い。これは無理だな。怖くて走れないな、怖い。うわ、これはね、中止中止。いやね、せっかくねセッティングを出してきたのね、そのこの車、要は僕にとってはすごいクイックでかつオーバーステアでね、ろくに走れないなと思ったんで、車高、フロントの車高を少しだけ上げて、であとは前後全体的な車高をねだいぶ上げたのね。でサスペンションのバネレットを柔らかくして、要はね動きをもっさりさせてきたの、わざと。で多少走れるかなって、どんな走りになるかなってちょっとした期待を持ってね、こうやってきたらこれですよ。この雨。そして水だ、クラッシュしてる。あ、こっち来ないで、おー、来い来い。これよくみんな走ってる、おー、ほら、怖い怖い怖い。よく避けてくれたの今の人。もうほんのちょっと水たまりを踏んだり、これ無理じゃないか、水たまりを踏んだり、予定外のねコーナーとかでこうタイヤをコース外に落としてしまうと、もう今みたいにくるっといく感じがあってね、怖くて面白いね。ブレーキもアクセルも踏めないし、ステアリングも切れないっていう。その場で止まっていることしかできないぐらいの恐怖感が今あります。これはよくみんな走ってんな。しかし、そしてこのドッカンターボでしょ、これ難しいよ。そして水たまりの場所がね全然わかんない。うん、スパは頑張るしかないね。でもね、この時代の雨のレースってどんな展開になってたっけ、もう覚えてないなね、本当に20年弱前だから。これでもね、雨の中でもやっぱり明確に感じるぐらいね、反応は鈍くなってます、この車のね。その僕が今までついていけなかった、僕の反射神経じゃついていけなかった動きっていうのがだいぶ減ってきてるイメージがある。まあ、あるいは雨でグリップも下がってるんで、そういう意味で車の挙動がね地面に伝わるまでに時間がかかってるのかもしれない。さっきスピンした場所どこだ、なんかね全然予兆のないスピンだったんで、僕がタイヤを外に落としちゃったか水たまりを踏んだかだと思うんだよね。まあ、少し天気良くなってきたかな。ここだ。水たまりだった。今よく気づいたな。今今のはこの XBOX の
コントローラー、Xbox One のコントローラーとこのフォルツァの組み合わせでしか多分気づけない。うん、あのインパルストリガーがね教えてくれました。滑るよって、タイヤ浮いてるよって教えてくれたんで、これはね多分他の、要はタイヤのグリップに応じて、人差し指が震えてくれるゲームじゃないと気づけないと思う。素晴らしいシステムだこれは。インフォメーションがいいね、やっぱりこのフォルツァシリーズはね。ほいでも18位か。いよ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 このフォルツァドライバーズカップの卒業が怪しくなってきたな。水たまりだもの怖いな。どこだか覚えてるかな次走った時に覚えてない可能性がある。あの高速の左だよね、最後の方のね。今のところも水盛りすごいな。怖いよ本当に。この辺じゃなかった？違ったっけ？そう、慎重に走りすぎたかな。うん、明らかにね走りやすい雨なのに。怖い怖い、今のは怖い。あ、この先か、この先で、この辺じゃなかった。うん、そうだ、今のところ。14位かいや、よく走ったよ、この雨で。はあ、疲れた。いや、のっけから体力奪われる展開になりました。チャンピオンシップどうだろう、やばいね。見てみる。今7位なのが、ほら8位になっちゃったトップとの差が1800点。これは卒業が危ういな。まあちょっと頑張りましょうね。はい、次だ。はい、第5戦モンザ。よし、ここまあでも本来ねフォーミュラで走ったりするコースだから覚えちゃいるがだね。頑張ろうか。はあ、1位だ、嬉しいなこれはやっぱりコースを覚えてると違うねうん、先を見れるコーナーのね。いやー疲れた。あ、これでも3秒も差つけられたんだ、嬉しいな。うん、でチャンピオンシップどうなった。ほっ、あんまり上がってないまあ次うまくいって5位か、5位で終われたらいいなね。よし、最終戦雨じゃないかこれ。あの最終戦鈴鹿の多分雨が降りますこの天気だもん、もう降るよね。これちょ、ほらタイヤも見えるこれスリックタイヤじゃないよね。ね、インターミディエイトがウェットだよね。ちょっとこのディビジョン雨多すぎないかい。そういう難易度の上げ方って、いいの。まあいい、それがルールだっつならね頑張るけど。お、怖い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 。すごい突っ込んできたね今誰か。うわすごい怖い。押してる押してる、やめて。でね、さっきモンツァを走ってた時も実感してたんだけど、やっぱりね車高を上げたことによる、怖い怖い、何何何何何
すごい抜けたけど今みんな団子になってるとこちょいって抜けたけど、怖い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 。あの車高を上げてバネを柔らかくしたことによる、そのこの車の反応速度の遅くなり方っていうのがね、だいぶ良くなってます。この僕でも多少は操れてる感が感じられるぐらいの。これ試験にないよね、大丈夫だよね、まさかないよね、よし この人が3位ってことは2位と1位は随分先にいるんだね。あ、失敗した。あ、怖い、やめて。これは良くないな、このラインは。あ、怖い怖いよ瞬きする暇がないよ。ほら、なんかすごい煙が地面から出てるもんね。これ1位と2位に追いつくのは無理だな、多分な。ね、多分無理だよね。そしてあれだね、この鈴鹿のレイアウトってさ、その生地走ってる回数が多い分、先を知ってるんで、あ、誰か事故ってる、先を知ってる分すごくね攻めちゃいそうになる自分がいる、うん、うわ、お、怖い怖い怖い。これ1位と2位接触したな、多分ね、1位がすぐそこにいる。うわ、もう立ち上がりのドッカンがすごい。雨降ってきたよ、雨降ってきたよ。こっからだぞ、勝負は。どこまで自分を我慢できるか。うわー、この先のコーナー怖いな。どうしたらいいんだろう。全開で抜けていいのかな。ちょっと緩める。怖いもんね、ちょっと緩めるよ。うん、正解。多分これ正解。オーバースピード。うわー、雨だいぶ降ってきた。怖い怖いよ。1位に追いつくことを考えるのやめよう。まず安全に走り切ろう。チェッカーフラッグを受けることが僕の最低限の仕事だ。もう前方注意、事故った、事故ってないじゃん、期待しちゃったじゃんあ、ピットインの表示か、視界の左側でオレンジ色しか分かんなくて。お、コースアウトしてる。お、やったやったやった。雨で辛いのは僕だけじゃない、みんな辛いんだ。我慢すればきっといいことがあるねえ。よかった、一生懸命走っといていや、しかしね、せっかくねこのセッティングをいじくって、なんていうのかな、そのいい走りをするようになったので、いろいろおしゃべりしたいなと思ったのね、昔の F1 の話でもしたいなって。確か MP44 ってシーズン中ほぼ1位だよね。ね、セナが初めてあのチャンピオンシップの何で優勝したマシンだった、違ったっけ、記憶があるんだけど、その話とかをねゆっくりしたいなと思ったんだけど、無理です、そんなリソース残ってない僕に。いっぱい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 ですあ、うん、ほら、すごい手が痛いぞ。はい、やった、1位だ、嬉しい、これは嬉しい。いや、しかしこのね、あのフォーミュラー 90s はね、雨多すぎ、うん、
6戦中3戦雨じゃなかった？いいのかなこれ。これなんじゃ次のルノーが思いやられるけど。さあチャンピオンシップはどうなったかな。6位からせーのドン。お1位本当？ 1 位本当？やったー嬉しい嬉しい。これやった久々。あ3位の人同じ服着てる。チームメイトかなもうあれだね、あのナレーションのお兄さん1位になっても褒めてくんなくなっちゃったねなんかちょっと寂しいな。ジャガー XJ220、 お洋服もらっとこうかな今回は。はい、なんとかですね 90's フォーミュラー、まあ、結果終わり良ければという感じでなんとか終わることができました。で、このフォルツァドライバーズカップ残りのポイントがあと6585合ってる、で5万点に達しますということはおそらく本当にもう、これぐらいでいいんだもんねポイント的にはおそらく次のディビジョンで、何もなければこのフォルツァシリーズの配信が終了と最終回と、あまあ多分レースの前後半前半と後半でセッティングいじるんで残すところ2回という予定かなになります。で乗るのはででんこいつです。今年のルノーの、F1 フォーミュラ1の車だね。で、おそらくは900馬力前後だよね。828馬力だからもっとあるのかな。あ、ん？ 828kW だからもうちょっとありそうだね。あれか、モーターとか入れて DRS とか入れてこういう馬力になるのかな。で車重が700、728kg、 これは怖いなね、乗れんのかな。まあいいや、ちょっと交互期待というところだね。はい、ではいよいよ最後のレース6連戦に入っていきましょう。じゃあ今日はこの辺で大型犬がお送りしました。また次回お付き合いください。じゃあまたね、バイバイ。